こんにちは、篠田敦です。今日やるのは曲、覚えてくださいっていうのを僕たびたび言うんですけれども、どこまでね、その曲をどこまで弾けたら覚えたことになるかの判定って、こう、まあ人によってね全然違うと思うんですけども、僕が言う時の、まあこれができるようになったら、まあ一応覚えたという認定ハンコみたいなね、する基準があるので、ちょっとその話を、しようと思います。まあ最初に練習するときは別にリードシートとかね、まあなるべく信用できるものを見てください。耳でできる人は別にそれでもいいんだけども、全然譜面も使っていいんですけど、まあメロディーとコードしか基本リードシート書いてないわけですが、ピアノでできるようにしてほしいのは当然まずメロディー。単体で弾けるようにしたいです。曲何でもいいですけど。割とよくやってたことで、そのメロディーだけちゃんと単体で分かってたり、その形で覚えてるわけじゃないから、当然その両手で使っても関係ないはずだよねみたいな話をしてて、はずだねと思って、僕もでそのはずだから、わざとそうやって練習したりとか、あと彼がよく言ってたのは、まあ、違うオクターブちゃんと弾けて。同じオクターブだけでやってると、まあ本当に本番でも多分それしか出なくなる可能性があるから、練習の段階からどこでもちゃんと弾けるようにしとけっていうのは、まあ一個ね、僕もそうだろうなとは思います。でもう一個コードね、もちろんピアニストだから勉強するんだけども、もちろん最初は単体で、ボイシングの方法は今できるものね、別に決まっそのボイシング自体も、そのボイシングの種類が増えれば変わっていくから、今できるもので分かってればいい。で当然忘れちゃいけないのがベース。最初は本当にあれだったらルートだけ弾けばいいけど、いけそうだなと思ったら5度ぐらいは弾きたい。でこの時に、例えばこれ最初 F メジャー、F シャープがディミッシュで G マイナーで、次 C7 行くとき、それで毎回この動きしかできないのやめましょう。この1、5を下、上、下、上、下、上、下、上しか弾けないんじゃなくて、当然近くでこうやって弾けるんだから、やってください。指にとって一番下から上しか行けないんじゃなくて、下から、上から下にも行けるようにしましょう。で、行けるんだったら、前僕がね、大昔に話してたような、四分音符のね、ベースラインも行けたいと。まあ、3箇所あるわけです、勉強するべきところが。で、ここからが今回のポイントですが、ピアノね、広いです。で、なんだろう、右手と左手、まあ2本あるわけですけれども、基本的にはね、でも3箇所あるんですよ、メロディーとハーモニー、まあコードの部分とベースの部分。ってことは右手で、まあ音域的にねやれそうなメロディーとコード、左手音域的にねやれそうなコードとベースと、3つ組み合わせ作れますよね。つまりメロディー、こっち右手ね、メロディー、コード、メロディー、ベース、コード、ベース、あと何を言ってない？今ので3パターン、3パターンいった、3パターンいったね。そう、この3種類ちゃんとできるようにしたいんです。ベースと、
言葉というかね、ベースとコードか、コードか。組み合わせ全部いけるのがその曲を覚えたっていう、まあ一個の、目安に僕はしています。ピアニストね、その状況によって仕事変わります。その状況っていうのは一緒にやる人によって変わります。一人だったら全パート担当するし、ベースがいれば別に下のことは弾かないかもしれない。でもいなかったら、例えばサックスとデュオで、トランペットとデュオ、そういう状況だったらベースも必要、逆にメロディー弾かないかもしれない。トリオだったらメロディー弾いてコード弾くかもしれない、ね、全部できてその決まった形しか弾けないっていうのがとにかくなんていうか一番ジャズに遠いですよね。だって決まった形しか弾かないって、それ譜面に書いてあることを弾けばいいんだから、その一番ジャズから遠いので、その決まった形しか弾けないをから離れたい、ね、その曲のことをよく分かる曲、全いろんな角度から見てできるようにするっていうのが、まあ、今回の、話の、ポイントでした。ということでね、今回は、曲ね、何をもってね覚えてるというかの話をちょっと、してみました。最後までご視聴ありがとうございました。